お願いやから、うちのこといじめんといてな。今、うちをいじめると、後であんたに仕返しすんで。うちな、めっちゃ陰湿やねん。喧嘩は弱いけど、泣き寝入りはせえへん。例えばそうやな。あんたんちに火つけてまうかもしれへんな。そりゃ犯罪やけど、つまり追い詰められたらそういう危険なことだってやりかねへんってことや。それか、あんたがコンビニで万引きしたこと、あんたのおかんに言いつけたろかな。なんか偶然やねんけど、その証拠写真もあんねん。まったく、スマホって便利やな。それか、あんたのおかんが、工藤先生と浮気してるとこ、あんたのおとんに言いつけたろかな。嘘ちゃうわ。ちゃんとうち知ってんねん。ま、実際のところ、嘘でもかめへんねんけどな、うちは。な、わかったやろ？そういうわけやから、うちのこといじめんといてな。まさか、とんでもない。うち、あんたのこといじめてなんかないって。うちとあんたは友達やろ？ずーっと仲良しよな。